玉藩インデルは、スイスゾロトゥルン・州オルテン出身のサッカー選手。アダナ・デミールス・ポール・ケ所属。ポジションはミッドフィールダー。トルコにルーツを持つ。生は、インナーとも表記される。FC バーゼルの下部組織でプレーした後、フェネル・バフチェ・エス・ケと契約寸前まで行くも、最終的には契約までは至らず、その後 FC、アーラウでプロデビューを果たす。FC チューリッヒでは、 ブレリム・ジェマ・イリア、シャビール・マルガイラス等と共に、クラブの2連覇の中心選手として活躍した。2007年、FC チューリッヒ時代の監督、ルシアン・ファーブルが指揮を取ることになった、ドイツのヘルタ・ベルリンではなくイタリアのウディネー・ゼカルチョに移籍。新加入ながら、中盤のようとして、ガエターのダゴスティーノと共に奮闘し、チームの UEFA カップ出場権獲得に貢献。 2011年7月11日、SSC ナポリに5年契約で加入した。同胞のブレリム、ジェマイルと同じチームでプレーすることになった。2015年8月19日、レスターシテ FC に3年契約で加入。対談したエステバン・カンビアスその後釜として期待されたが、エンゴロカンテやダニードリンクウォーターがブレークしたこともあり、チームはクラブ史上初となる。 リーグ優勝を達成したものの、自身は5試合の出場に止まった。2016年8月31日、トルコのベシクタシュ JK に完全一席。2006年9月2日、ベネズエラ代表戦で、ラファエル・ビッキーとの交代で、途中出場し出場しスイス代表デビューを果たす。UEFA ユーロ2008、2010FIFA、ワールドカップにも招集され、2014FIFA、 ワールドカップではキャプテンとしてベスト16進出に貢献した。UEFA ユーロ2016ではレスターで控えに甘んじていたことが原因で本大会に向けた候補メンバー28名から外される結果となった。ありがとうございます。